これ2位と盤石のリレー、そして間もなくゴールテープ、今ゴールイン。力勝をご期待申し上げます。どうぞ頑張ってください。でまあ、選手の頑張りはもちろんだったんですけれども、応援が自粛されている中で沿道でたくさんの方が選手に向けて、大きな拍手を送っていただいて、本当に選手の力になり、その力が、選手を後押ししてくれたかなというふうに思っております。まあ、いくら強い選手が揃ったとしても、やはりチームワークがなければ、どこかでこうほころびが出てしまったりとか、まあ、そういった部分、アクシデントが起きたりとか、そういった部分はあるかと思うんですけれども、チーム全員が、このチームのために頑張ろうというそういう気持ちが一つになって、その結果が、この9連覇につながったかなというふうに思っています。65回の今年、コロナ禍でですね、県民が元気をなくしている、下を向いている、スポーツの力で、駅伝の力で元気にしよう、必ずや成功させなければならないというようなことでスタートしたのが今回の駅伝だろうというふうに思います。関係機関の皆さんに心より感謝を申し上げ、挨拶といたします。本当にありがとうございました。